エルパルマトムズ反方指能の図が左にあるカニクサ属、リゴディアム SW はシダ植物の一属。シダ類では珍しくツルになる植物で、これは一枚の葉が先端で無限成長することで実現されている。日本ではカニクサがごく普通に見られ、道端の雑草としてよく繁茂する。その形はツルクサであり、シダ類では珍しい。より具体的に見ると、 長く伸びた鶴の上には多数の葉が並び、それらの葉はここにシダの原足一回、内し二回羽状吹くようの形をしている。またこの葉にはそれを構成する小葉の円が比較的滑らかなものと小さな突起が並んでいるように見えるものがあり、これは胞子をつける構造である。これを普通に見ると鶴になるのが茎であり、その茎の上に多数の葉が並び、その葉には 放射用と栄養用の区別があるという風うに見える。しかしながら実際にはこの植物の構造はそのような見かけとはかなり大きく異なっている。まず、芯の茎は地下にある匍匐形であり、葉を地上に出す。この葉の先端が無限に成長する能力を持ち、そのためにとても長く伸びられる。つまり一本の鶴全体が一枚の葉となっている。また放射用。 栄養用と見えるものは同一のツルに生じるので、実際には、胞子用と栄養用ではなく、一枚の葉の中の胞子、形成部とそうでない部分の違いである。また、葉と見られがちな部分、実際には右辺であるが、これもよく見ると独特であり、茎と見える主軸から出た、短い柄の先に体をなして生じているように見える。これは、実際にはその短い柄の先全体が一つの、 右辺であり、小右辺二つを伸ばしたところで右辺そのものは成長を止めてしまい、最下の一体の右辺のみしかないからである。多年生の双本。根茎は地下を補復して伸び、その表面に毛があるが臨辺はない。地上に出た葉は無限成長して数メートル以上にも伸び、多物に巻きついて生え上がる。鶴になる主軸の側面には多数の右辺が出るが、 それぞれが左右一体の正右辺が出た段階で、先端が成長を止めてしまう。成長を止めた先端は小さな目状になっており、この部分は毛に覆われている。目の左右に突き出す正右辺の部分はさらに分かれて右ま股状、手のひら状に裂片をつける。放射能をつけない裂片は、円が滑らかであるものから深く切れ込むものまであり、葉脈は、 先で繋がらないものも盲状になるものもある。放子脳をつける列片では円に小さな小列片が出て、その上に放子脳が2列に並んで生じる。なお、一般のシダ植物では、放子脳は複数が集まって放子脳群の形を取るが、本属では大きな放子脳が単独で生じる。従って上記の2列に並んだ偽包膜の下には、 それぞれ一個ずつ胞子脳が収まっている。胞子脳は洋なし型で短い柄があり、先端近くを艦隊が完全に巻いている。一般のシだのそれが円盤型でその外周を艦隊が取り巻くのと大きく異なり、本属の原始的特徴の一つとされる。胞子は四面体系で、全容体は地上生で緑色。世界の熱帯域を中心として約40種が知られる。 日本には以下の2種がある。蒸気にもあるように本属の放の能は巨大で単独に、生じ、艦隊は中央ではなく先端部で完全に一回りしている。このような特徴は、本属の他に、フサシダ族スキッツや、アネミア族アネミア、モヒラ、アクティネスタシスに共有され、そのために、これらの外形が大きく異なる族はまとめて、フサシダかスキッツヨッチとされた。その後に、 分子系統の情報から、アネミア族とアクティネスタシス、それと本族はそれ以外のものとの距離が大きいことから、この三族が、草さしだを構成することになっている。以下、主として、岩月編長、P81、マーターザへ通る。ありがとうございます。